ガレンをプレイしましょう。これはガレンデッキってこと？なんかそのあれだよね、なんだっけ、プレイオールドとか。俺ストーリー読んでないからわかんないんだな、リーグオブレジェンドの。この数値はガレン、これはシャドーバースと一緒だ。この左が攻撃力で右が防御力でしょ。ちょっとうるさいな、このゲーム。早くやらせろ、30分で飽きそうです。早くくれよ。このチャンピオンによってレベルアップの条件は異なりますが、あれはね、おお。プレイしてユニットはここに置きます。はい。あお、てめえは誰だ。あ、あ、読めなかった。相手はドレイブン。ドレイブンの出身ってどこだっけ。彼を召喚しました。対戦相手はパスを、アンタクションするわけです。パスを選択した。なんでパスなんかするの。これがあなたのネクラスで体力が6つか。なるほどね。ここは一緒のあれだ。あ、ノクサスと戦ってんのか今。おじゃ、今日何時に来ました。1時くらい。アタックをかく。ファーストストーンをちょっとだけしたことある。相手何も出してないなら、あ、はい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 。使えるカードがないので、OK。はい。なるほどね。うお、かっけえ。何、おい、マジか。ガレンは敵の戦闘を行ったのでレベルアップして攻撃力を上昇しました。なるほどね。よし、また悪を成敗したぞ。待て、俺が負けるなんておかしいだろう。ありえん。パスをクリック。こっくない、パス。はい、パス。あ、もう下がるんだ。これ一回出して戦ったらここの手札に戻んのね。あ、手札ここだ。あれ、手札に、ここ何、ここは何、ここが手札でしょ。アタックにする。あなたは前のラウンドでアタックしたので今度は敵がアタックする番です。はい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 。シスリアをプレイしましょう。あ、シスリア、こっちか。クラウドフィールドのシスリア、コスト1。プレイしたらここに出んのね。はい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 。半年は具合悪いかもわからん。何もしねえな、敵。ユニット2体でアタックします。進め。突撃。じゃ、ナイス。で、これでまたここにプレイした。あれ、ここに置いてたら多分ブロックしてくれんだべや。あ、ちょっとレインさんに教えてもらったよな。イエーイ。あ、そうなんや。1デッキに2地域のカード入れられるのね。なるほどなるほど。防御は最大の攻撃。あ、ブラームデッキか。ブラームデッキだ。ボロだと本気か。すり寄るんじゃない。フォロワー、はい。強いポロには強い友がいる。わしみたいな。な。ブラームデッキだ、これ完全に。うお、そこでそれ当てるか。違う違う違う。運だし、運だし、これチュートリアルだし。ここで褒めるとこじゃないんだよ。プレイ出したら、ここに出んのね。フィールドに出してるわけじゃないんだ、この2体は。なるほどね。おじゃね。ブラーム引けるとか運いいな。だからこれチュートリアルだって。勝手に出んだよ。道を切り開け。来てないよね、デスティニードローは。別に一回もドローンしてないし。ルーンテラ上手すぎる。まだわからんやろ、チュートリアルやし。わしの後ろに隠れてな。で、防御の時は、なるほどね。なんとなく分かってたけど、キティーラー、うまくいったな。ブロックしなかった敵から2ダメージいきました。あ、こいつから2ダメージ受けたよと。来たー。レベルアップすげえ。ある寒い嵐の夜、口ひげが凍りついて。才能ありすぎ。だからチュートリアルだって。プロ狙えねえわ、まだ分からんやろ。進化してるから。笑っとんど。
進軍だ。これダリウス、こいつ何？レギオンの兵士か。フォローが一匹も尽きない次のライン、フォローが一匹も力尽きない一ラウンド、はい。ってことはここでしょ。ここでこいつを守ってで、こうこう、はい、完璧。分かってきた分かってきた分かってきた。お茶です。もしかしてプロ目指してる？でもまだ分からんやん。うまい下手は天才すぎる。振動じゃねえって、誰でもできる。指示通りやっとるだけ。その手は思いつかんかった。どうやら向いてないらしいな、このゲーム。マナーアクションアタック、言ってたり来たり。カードのプレイにはマナーを消費します。うん、シャドーバーと一緒や。一旦ごとにどんどんマナー増えていくやつだ。雲来た。コグモのコストは1マナです。はい、マナコグモをプレイ、プレイしたらここに出んのね、フィールドじゃなくて。アタックはラウンドごとにコグモ。おいじゃ、ラウンド主力引き強えじゃなくて勝手に出んだって。手札強え、まだ分からんやろ絶対に。手札強いかどうかはまだ分からんやろ。みんなには、俺もそうだし。エリスをプレイしましょう。あ、ちょっと待って、危ない。エリスをプレイ。紫おじさんおじゃです。村おじっていうな。あら、太郎助さん。サブスクライブ3ヶ月目、気づかありがとうございます。よろしくお願いします。よかった。太郎助さん、ありがとう。スペクトさん、本当にありがとうございます。このラウンドであなたがアタックを行う、敵は攻撃しましょう。はい。ここアタックにはマナ使わないんだ。違うか。アタックもマナ使ってる？プレイしたらマナ使わないんだよね、多分。で、相手がこれ私は恥ずかしながらジャスパーさんの大ファンです。LOL がとてもうまいのは分かっていましたが、ルンテラでの足し算や引き算もこんなに上手だとは思いませんでした。さすがジャスパーさんだと思います。恥ずかしがらんで、俺のファン。なんで恥ずかしい？エンドラウン。今月の友達料ですお納めください。ないんだよね、友達料なんか。チャリン、ありがとうございます。カールジャパンさん、10ヶ月間も友達料ありがとうございます。貴様が噂の天才デュエリストとやらか、よかろう。この俺が直々に相手をしてやる。この声優も花江さんだ。すげえ。栄誉に預かれることを幸運に思うがいい。さあカードの剣を抜け、デュエル。これさ、コスト5なのに出せんの？もう出せんか。もしかして城之内さんですか。光ってたよね今。コストはマックスでもプレイはできんのかなと思ったら全然そんなことなかった。とこれと、あ、プレイはコスト使わないんだ。なるほどね。スイッチリンクエラー出てドロップしたのにできないんだけど。それ俺のせいじゃね。レポさんありがとう。4ヶ月目サブスクライブありがとうございます。継続嬉しいです。レポさんありがとうです。花江夏樹だ。そういう詐欺ね。使えるマナが1個残って、あ、プレイはいつでもできんだ、防御ターンでも。おー、難しいな。待っていろ、他の試作品もあるのだ。いい声、好き。何の終了で、俺で攻めだ、次は。そろそろ終わりにしましょうか。おー、マジ？なん、どういう進化、あれだ。進化条件なんて書いてあった？プレイだけしといて、あ、4枚しか置けないプレイは、あ、置ける。 5枚。天才リスナーに才能見せつけて絶望させるのやめてください。うまい。チュートリアルは進化条件変わってるよ。あ、チュートリアル進化条件変わってんの。進化します。6体まで。死ぬからこうか。いけ、アタック。興味深いぞ。おお、うまいな相手。でもこれで2ダメージ入るでしょ。なるほどね、ブロックで出してくんのか。多分4、5枚までしか出せない。次俺らが防御と。
わ、むずい。これを防御も考えなきゃいけないのか。手札プレイのとこに置いとくの。相手は112112。このユニット召喚時味方の赤目くん、あ強い強いな。ちゃんと強いな。これ強いだな。でプラス2。おお、なるほどね。また国にカード切られてました。ありがとうございます。こうこうこうだな。でこれで全部ガードできる。うまい、これはうまい。こういうことね。オッケー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 。チュートリアルや、褒めるな。でまさかさ、これ2体いたらもう、うわ待って、振動じゃねえって。これ2体入れたら、あ強すぎだろこのデッキ。え、メタこのデッキもしかして。あ、後から出したらダメなんだ。この最初からいるやつだけもうチェックメイトと。いけよお前ら、もう防御できるカードないよね。はい、なるほどね。オッケー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 。ちょっと待って、これでもむずいな。正義と光のために。うん、はい、カードを2枚引く。スペルカード引きます。スペルはその戦闘の流れを、そして時には試合全体の流れから強力なカードです。スペレーションのため、バーストスペルは栄翔後すぐにその効果を発揮し、アクションにカウントされ、お、アクションにカウントされない。だからプレイしなくてもデンと出ますよと。はい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 、プレイ引き強いだな。チュートリアルやった。バリアはこのラウンド中に受けるダメージが一度だけユニット、このラウンドだけなんだ。だから次は相手が、その灯火を消してやろう。それはどうかしら。ゼドミークリックス消耗ダメージ、はい、ミークリック。このユニットと同じステータスを持つ影分身を 1体アタック状態で召喚する。アタック状態ってのはここに出てくるってことだよね。その進化条件は、このユニットと影が敵のネクサス5光景にか、弱そう。1体がギリなんだよね俺。はい、でこれでどっちも出してくるでしょ。でもどっちも、でもこれバリアがあるから死なないと。ゼドがバーストスペル見守りました。強いな、相手うまいな。バリアがあるから死にます。強いな今の、今のキャラ守護神強いな。出回しはデッキいいな。お腹出た。味方一体にバリアを付与する。敵一体に8コスト。あー出た影分身。ゼドブロック。でもこれだと6食らっちゃうんだけど俺。え、でもどうしようもないよね、6食らうしかないよね。え、何やめて。どこ？いや変わらんやん。え、何？カッコつけただけやん。なんで入れ替えた？入れ替える必要あった今。あ、分身だからか。いて。煽りか。なるほどね、本体倒さないと意味ないのか。なるほど。うまいな今の入れ替え。ゼドうまいな。次攻撃。影分身は殴ったかったんけど。でも8できんの俺。敵一体に6ダメージ与える。あ、プレイの場所にいてもダメージ取るんだ。すげえな。それはそうか。でーん。我は闇に。
で、ああ、そっか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 、進化条件がそうだもんね。8コストのやつ使ったら進化するよと。カードゲームはちょっとだけやってるの。正義と光のために。アタック、ああ何しよう、最悪。戦いを導くわ。あ、大丈夫か、これってあれ、ちょっと危ねえ、マジでクリックしただけでならんで、はい、ファイナルスパーク。チュートリアルでトロールするな、全員してるつもりはないんだよね。で、これで OK、攻撃と、で、相打ちと。どんだけうまいね。で、うまい要素1個もなかった、なかっただろ。ドローして、味方一体にバリアを付与する。あー、守護神か、待って、これカード2枚引くか、あいつに倒したところでな。今引いてラックスかなんか出ろ。これとこいつできるな。着任いたしました。あ、やべ、なめないで。これ終わったね。いや、終わんないね。相手めちゃくちゃうまいですね。相手めちゃくちゃうまい、ほんとに。いや、GG じゃないって。で、これでこいつ出したらこいつをバリアできると。来たよ、キティラ、キティラ、キティラ。この3、これは何だ、この下の3つ。あんたのスプルマン、あ、ためれんだ、マナって。バリアそのターンしか持たないよ。スペルマはエッチ。スペルマ？ラウンド終わった時にスペルだけに使えるマナ3つマ。スペルだけに使えるマナ3つ貯めれると。味方1に22の、おー、強い。剣守り。はい。頑張ります。はい。誇りのために。あ。やっべ。もうこれ勝ったんじゃない？全然だわ。6ダメージ。ドンと。オッケー。ターンがありすぎてちょっとごちゃごちゃするな。無重。防御ターン、守りね。もう10コスもあるんだ。そういうことね。ここにいないと付与できないのか。何かしたらこっちも何かするってことだよ。サモリス一族の何かけて。見てられんかも。ドロップもらったけど。先にカード引くべきやったな。今悪口言った。そろそろクリアして。チュートリアル長すぎない？相手が召喚しないで即アタックしてきたら。いいな、まだいいな、まだ。イカ役。プレイ。構え。先にドローしろよ。はあ、うますぎ。オッケー、勝ったべ。チェックメイクだよ。で、ダブルパス。ファンにあるからそろそろ顔出ししとかない。うますぎ、なんてチェックメイク上手すぎる。ラックこの技受けてみよう。実践ね。完璧じゃない、行ったべ。アタック。ドーンドーン。よーし。最高の戦術よ。むず。俺チュートリアルで苦戦してんだけど。待って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 。チュートリアル大苦戦。ちょっとなんかおすすめデッキみたいな書いてあったからそれ真似しよう。なんか今これなんかなんだっけ。スパーカーだから何でも買えるよな多分。AI でも経験値もらえるの。へえ。どのデッキがいいかな。どのデッキが俺に合ってると思う。
コントロール、ミッドレンジ、コンボ、アグロ、アグロだな。このドロップってなんなん。何がいいか。俺はもう課金したいもん。ライ様のやつパクロウ。でも、陰キャデッキ。ライ様のやつパクロウ。ライ様のやつどれ？チャレンジ。ディスカードアグロ。ディスカードアグロ。前回のあらすじ、10周年イベントの大舞台に、すべての経験知事へをつぎ込んで、超絶かっこいい韓国スタイルのコーデで現れた。ジャスパー。しかし不運にも顎のせいで全てがおじゃんになってしまうので、あった。別に顎のせいじゃないんだね。ただダサいだけ。か、クリニック。整形やそれ。高須クリニック。ディスカードアグラ、アグロやるか。オリジナルなんて絶対無理。とりあえず真似してオリジナルで作る。ドレイブン、ジンクス。ちょっとこれ真似するね。オッケー、やっとできたデッキ。やっとできた。アグロデッキきた。オッケー、行ってみるか。ここ相手が何デッキかもわからんからな。さっきの相手のデッキかも、相手のデッキもさっきのわからんもん。入れ替えるカード。いらんのかな。野口さんありがとうです本当に。ありがとうございます。マジでエグいっすね。マジか、ありがとうございます。プレイするときカードを2枚。こうしてこうこうでこいつ出てくるでしょ。オッケー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 。もう出てきた。アタックできんからじゃあ。ノブさんありがとうございます。ちょごめん全然コメント見る余裕ない。オーメンホーク、このユニットの召喚時デッキから出てくる。おお強いな。あれフレオルドデッキだ。これフレオルドデッキはなんとなくわかる。で相手のターン。左上にフレオルドで回し合って書いてある。あ、本当だ。韓国の人か。戦場へ。前衛隊の防御兵。タフって書いてあるの。あらゆる被ダメージを1K。おお強いな。ちょっとセカさんでセカさんでセカさんで。チャージ完了。いつでも行けるよ。やべ。この剣を食らえ。ルリさん5ヶ月目サブスクライブありがとうございます。ルリさんありがとう。ちょっと待って、むずすぎる。防御でしょしてもな、してもだよね。いや今はいいや。敬語大好き。ドレイブン持ってこよう。ドレイブン、さあドレイブン。ドレイブンが一番上に来ました。次ドロップします。で相手のターン。塩キャベツさん2ヶ月目継続ありがとうございます。継続ありがとうです。やめて本名で言わんで。このゲームを持ってやってみたい。ドレイブ欲しい。ドレイブこれ勝手にサブスクされてない。されてないね。されてない絶対に。
ヨッチさん3ヶ月目サブスクありがとうございます。絶対にされてない、大丈夫。めっちゃ強力。こいつは最高だ。エキサイティハキちょっと微妙だった。なんで予見してないんですか。こうだな。あのこいつ1のダメージ防御してくんのか。ダリーダリーな。耐えてみせる。だよね。まあでも3は入る、3は入る。アグロデッキ、俺はアグロデッキ、俺はアグロデッキ。微妙なムーブだったなこれ。パックンチョッパー、いちいち出すのがね。着任いたしました。いちいち出すのそもそもやっぱ強そう。なんで、あ、オーメンホークのやつか。アタック。すいません、セガさんでくれ、頼む。始まるぜ。オッケー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 。おじゃ、ジャスミン。おじゃ、おいっす。宣伝切れ。ここから始まるのね。なのにこんなクソゲー配信して、いかやく。ミスティックショットも使える。でも使っとくか。じゃあ敵を退屈させる作戦か。でダメだな、ドレイブン死んじゃうな。死なないか、死なないようにはできるか。こいつにドレイブン当てよう。チャレンジでしょ。ジャスパーさん、ルーンテラの宣伝ありがとうございます。案件を依頼した身ではあるのですが、これ以上プレイをされますとルーンテラの評判が非常に悪くなりそうですので、案件は中止とさせていただきます。どうぞご理解いただけますと幸いです。うわー、なるほどね。じゃあどっちにしよう。こっちめんどくさいからこっち倒しとくか。こいつもナイス中止判断。ここでダメージは食らわないってことだよね。カードゲームもプロ級なの。もっとテスト。ダメだ、難しすぎる。今のところ全勝。うん、だって AI と中ゼロしかやってないからね。これ対人だけど。OK、これ回せるな、めちゃくちゃ。こうでしょ。さすがだな、じゃなくてこれで負けたら全然さすがじゃないよ。そんな回せてますか。でこれめっちゃ回せる、いやマジでめっちゃ回せる。あったまってきたぜ。敵のカード見えてます。 あれまだあれ、ドロップ当たったらこれプレイできる感じなの。ですよ。オーケー。
出したいんですけど。なになになに、ええ、でも権限ないとか怒られるんだよな。具合悪、敵のカード見ろ。スイッチとライアットアカウントの紐付け忘れないよう。イカ役、何が…何された今。わらわら、わらわら、わらわら、今更だけどデドアグロの方が簡単ですよ。わらわら、わらわら、トン君。いやもうエグいって、いやもうエグいって。なんで読まないんだ。わらわら、やめなめくしたな。終わりました。手札ゼロなんよ。もうジンクスくれ、ジンクス。勝手にされたわ、パス。お、あなたの手札を破棄し、カードを3枚引く。手札ないときはどうなんだ、これ。手札ないときどうなんだろう。使えるよ。HP にやった方がいいな、こういうの。まあ、答えがここ、アグロデッキ、俺はアグロデッキ、俺はアグロデッキ。フォロワー、面白い。もしかしてこれを見越してさっきオールインしたの？なんでこれ、なんでカード3枚も引けんの？わかんねえ。あれ？ああ、そうかそうかそうか、こいつか、こいつの方か。で、今相手の方に続け。ついよこいつ、待て、こいつ何？召喚したやつの効果よ、頭パン君。引けるんかい。無理。ライフで受ける。手札を捨てるのは条件じゃなくて強制だから、手札例ならイカ役言った。わら、これ破棄しなくても引けるんか。ライフで受ける。わらわら、もう画面ボコボコなんよ。あいつはだから防御用に出してんのか、チャレンジャーは。プレイ時の効果はバニラ化されても発動するんね。イカ役。じゃあ3なんで、左のデッキのところの名前英語でカッコつ。イカ役。チャージ完了、いつでもいけるよ。何これ、更新すると日本語になった。うわうわ、お処理しといた方がいいな。いや死ぬよ、死ぬよね俺。いや俺死ぬよね。あっちゃま、ぽっちゃま、どうしよう。時間が寝臭すぎるで、まずい。ねえ。全然。むずいって。全部死んじゃうよね。アグロデッキだよね、この家、このチャンピオン、このデッキ。負けないで、あっちゃまこっちゃま。何を考えてるか、とりあえず口に出してみたら、やっちゃもちゃ。相手今に焼けてるかもです。相手は見上げて弱すぎて、具合悪い。この剣の餌食になるんだな。そういや桃鉄割と適当にプレイする人だったようなじ。イカ役。トリンデッツ。ルル。うわ。相手の捨て
ステータスが高すぎる。相性が悪かったな。これはグトリンダー。もうレイトだからえ、ネムネク。ドリン出てるし、なんかわからんし。最悪を想定するのだ。8ターンまでもつれ込むデッキじゃないのでは。ドリン1回死んだら復活してくる。何、ドリン1回死んだら復活して強くなる。リスクのない科学など。何言ってんの。このユニットが力尽きる場合、その代わりにレベルアップする。レベルアップしたら救急になる。こうさん、いいっすか。クソ強えんだけど。鬼強、わら。え、マジで言ってる？最強と出た。じゃあどうすりゃいいのさ。2回殺さなきゃいけないってことだよね。スイッチに触るな。この子は盾じゃないの。いや、まだある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 。マグレでしょ。ジャパジーさん、おじゃです。もうトリンダです。まだまだジャスパーね、サングラスかけてないから。アルトさん、5ドルドネートありがとうございます。アルトさん、いつもありがとう。確かにアグロデッキでこんだけ時間かけてるのやばいか。何ルシアンしたの今。ルシアンアタックトークを。ちなみにトリンはダメージ貫通だじょ。手は寄せ、新品なんだ。スイッチに触るな。なに、トリンは貫通って何言ってんの。そんなんぶっ壊れじゃん。攻撃力が2以下の場敵にはブロックされない。あらゆる火ダメージを軽減する。ブロッカーに与えたダメージ壊れてるって。トリンツ、バウンスしかカウンターないじょ。ブロッカーに与えたダメージの超過分を敵のネクサスに。発よない。トリンデッキでいいやん。ハルトスさん、ありがとうございます。サブスクギフトありがとうです。すげえな、ハルトスさん今日ありがとうございます。あざす。まだ知りたいことが。ブラックレイディさん、半年間サブスクありがとうございます。大敗北とアニビアコントロールトリン、むずないこれ。このゲーム、アニビアトリンは延期。よし、さあ、モリフしよう。